こんにちは、R です。すごい情報が舞い込んできました。考察ではあるんですが、すごい信憑性のある考察なんで、ちょっとそちらを調べていきましょう。じゃじゃん。寺島さん、ありがとうございます。R さん、こんにちは。スプラトゥーン3に関する考察です。よければ採用していただけると嬉しいです。ありがとうございます。私の友人が教えてくれた考察です。実は、オクトエキスパンションで洗脳された3号とのバトル以降、3号が立っている描写が一度もないんです。かっこスタッフロールも座って足をブラブラさせています。スプラトゥーン3のヒーローモード紹介映像中、塩カラーズの2人と決めポーズをしている場面でも、1人だけ座った状態で腕組みのポーズなので、どこか違和感を覚えました。これね、僕もそう思ったんですよ。心の中の3号は文字通り架空の存在のはずなので、もしかしたら現実の3号はオクトでの戦い以降、練り物の影響等々が原因で、足に後遺症などが残って立てなくなってしまったのではないでしょうか。正直本当だったとしたら、とても恐ろしいので信じたくないのですが、初めてこの考察を聞いた時に納得してしまいました。私は3号推しなので、無事であることを祈っています。 R さんはどう思いますか？ぜひご意見をお聞かせください。長文失礼いたしました。これからも活動頑張ってください。ありがとうございます。いやー、そうなんですよね。プロモの時に塩からず2人は立ってて、まあ、3号が座ってる、まあ、新指令なんですけどね、が座ってるっていう状態で、まあ、指令になったので、まあ、1、2号よりも偉くなったので座ってるのかなと思ったんですが、なんで立ってないんだろうなっていうのはちょっと頭の片隅にあったんですよね。で、このオクトエキスパンションですね。それの洗脳された3号以来立っていない。ちょっとまずそこを見に行きましょうか。はい、ここのバイオハザードのコーナーなんですけども、ここね、3号は出てこないんですが、じいちゃんがね、3号についてのお話をすることがあるんで、ちょっとそこを見ていきましょう。なんかヒントがあるかもしれないですね。ここを越えると、ガッガガッ、お、の。ん？なんじゃなんじゃ？じじい、どうした？ 3 号起きた？あ、姫ちゃんが3号起きたか。いや、3号はまだ起きんが、あ、まだ寝てたか。ガガ、おの、おのれ、海産物ども、許さんぞ。な、電話、3号に何を？あ、3号に。ナンバー18の他に余計なやつまでついてきやがって。ぬわー！パパス。おい、じじい、どうした？返事しろ。ここでじいちゃんが反応しなくなっちゃったんだね。ぬわー！で、じいちゃんがやられて、おい、じじい、どうした？返事しろ。そのおじいちゃんが反応しなくなるってことですね。なるほど。ここで3号に何かをされたというわけですな。この辺もなんか関係あるかもしれない。はい、やってきました。ここのですね、練り物に洗脳された3号。ここを最後に、本物の、ね、現実の中の3号は、立たなくなってるらしいんですよね。ちょっと見てみましょう。もちろんこの戦いは立って戦ってるんで、戦い勝った後だよね。もしかして8号がやっちゃったの？来ましたねー。ん？誰かいんぞ。じゃじゃん。あれ3号さんですよ。でもなんだか様子が。ここではちゃんと立ってますね。わあ、8号方、助けてくれー！ジャギーン。サンゴのやつ、電話に意識を乗っ取られたんじゃ。なるほど。元気そう。で、こんな高いとこから飛んでも大丈夫そう。オッケー。3発ずつ当てていくよ。割れるのこれ。あぶね。オッケー。やったか？
やったかっていうとやってないんだよね。よっちゃーん。オッケー、これでやりすぎちゃったのかな。サンゴを倒した。でこの後から立ってる描写がないということなんですよね。まず最初ここで、そうですね、こんな感じで倒れちゃってますね。ごめんね。倒れてる間でもピンクになります。もちろんじいちゃんもピンクになります。で足は、どうだろうな、大丈夫かな。これで、ずっと寝てるっていう感じですよね。OK。はい、この外に出てきた描写の時って、サンゴ映るっけ？あのエンディングではちょっと映っとったような気がするよね。はい、あ、サンゴこれ、今足がチラッと映っとったね。寝っ転がっとったね。で、ラップバトルが始まります。あー、寝てる寝てる。ふん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 。やっぱり、立ってる描写はないのか。あー、寝っ転がったんです。こっからだいぶ寝っ転がっとるよね。確か。あー、ずっと寝てますね。ずっと寝てます。確かに気にしたことなかったなあ。あー、今のところも寝転がっとったね。見えねえかな、あそこの上でね。そうなのかな。はい、ああやってここでもまだずっと寝てますね。確かに普通にやられたにしてはめちゃめちゃずっと寝てますね。あ、めっちゃ近くで見える。サンゴずっと気失ってます。まさか蜂の攻撃でそんな。さあ、ここでエンディングが始まるわけですが、じゃーんと飛んでいって、でこれ、あ、ちょっとサンゴの足映ったね。やっぱりずっと気失ってんな。キムちゃん登場。ジャキン。で、サンゴ寝てる。セッションマックス。で、スペシャルたまり。あ、サンゴ。あ、やっぱ不自然にずっと映ってるね。寝っ転がってるのがね。まあ、ここでも寝っ転がってます。で、あ、やっぱりずっと映ってんだよね。あ、起きた、起きたよ、起きたよ。どうかな、どうかな。立つ描写がないとのことなんですが、そのままそのまま感動のエンディングへ。いいね。で、あ、ここでね、座ってるんですよね。ハチや飯田さんみたいに立って迎えることもできるんですが、はい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 。で、頭怪我しちゃってね。お、頭かいてる。プルプルプル。こっち見てね、ちょっとニコってしてなんか、あ、ニコってしない。ニコってしなかった。いやー、いいエンディング。しみる。はい、という形でですね、確かに洗脳されたサンゴを戦った後に不自然すぎる
状態ではあったんですが、サンゴが立つ描写っていうのはなんかですね、最後まあ、ずっと気絶してて、でその間もね気絶してるよっていうのがずっと映ってる状態っていうのも不自然でしたし、パッと目が覚めてその後例えば立ってね喜びをみんなで分かち合ったりとかもしてもいいんですけど、目が覚めたところでシーンが終わってたりとか、ちょっとなんか匂わせがありますね。でこの度そのあれか3の映像でちょっと見てみようか。3の映像でじゃーん、箱に座ってる状態でしたね。でまあツイッターのイラストですね、彼らは人知れず悪いタコ軍団に立ち向かうニューカラストンビ部隊、向かって左のおさげ髪が1号、向かって右の髪を結い上げているのが2号、中央の帽子をかぶったイカが司令と呼ばれている。その正体は謎に包まれているが、彼らが、新入隊員3号の道中をサポートしてくれるようだっていうことで、はいはいはい、なんで3号が司令になったのか、1号2号を差し置いて司令になったのか、それはもしかしたらさっきの考察で足を怪我してもう立てなくなって第一線に立つことができなくなってしまったけど、やっぱりね作戦とか考えるのがうまいので司令になった。でこうねちょっと足とか痛めてて椅子に座ってるとかっていう、そんな感じなんですかね。他のイカちゃんに比べてこう傷が多いもんね。このゲソとかにも結構傷がついとったりとか、そういうのがあるんですよね。もしかしたらそうですね。それで、まあ、1号2号が先にいたにもかかわらず、この1号2号は司令にはなってないじゃん。そのまま1号2号ね、しょうからず蛍姉さん、オリ姉さん1号2号のままだけど、3号は3号にもかかわらずちょっとね前線に立てなくなってしまったっていうのも今考えられて、ちょっとゾワッとしました。今思いついてね、いやーまさかそういったこともあるのかもしれないですね。オッケー、皆さん信じるか信じないかは皆さん次第ではあるんですが、ちょっとこの考察なかなか筋が通ってるんじゃないでしょうか。怖いねー。オッケー、今日の動画面白かったよっていう方はぜひ高評価ピチッと押してください。チャンネル登録まだだよっていう方はピチッとチャンネル登録よろしくお願いします。こんな考察動画とかスプラトゥーン2の小ネタ動画900本動画がね、900本超えております。めちゃめちゃ作ってきたな。それもね、皆様がこういう風にね、検証してくださいとか、小ネタですとかっていう教えてくれるおかげでございます。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。応援、頼むぜ。じゃあね。バイバイ。30秒。メルスジョーンチャージが止まりました。はじめはこっちの準備ができるまでそこで待っとれ。テンションそろそろいいぞ。てかさ、間も打ってた前そのまますぎね。エレガントでダイナミックかつアマエージングのボム、略したらイーダボムになっちゃったんですよ。ほーな、手を荒らしてるの。よし行こう。